ゲロシゲ、彼女はボケボケだったな。今度は現役女子大生の直人彩、川田直子さんに上野彩子さんね。あ、そうそう、ピンチヒッターで小川智子アナウンサーも登場したんだよ。さあさあ、次はスペシャルなお客さん。まずは僕ちの大好きな広瀬リオクチュー。ほんとかわいい、かわいいみたいなタンバリンを買ってたからイエーイ。それから同じ日にコメコメクラブ解散直前のカールスモーキー石井さんも遊びに来てくれたんだよ。すごい。それから新世紀エヴァンゲリオンの綾波レイ役、声優の林原めぐみさんが来てくれました。でもって前田愛ちゃん、あきちゃんの美少女姉妹が登場。幼稚園のクラスの2人ともかわいい。さらに写真集がバカ売れした村岡彩香ちゃんも遊びに来てくれたよ。優しくてかっこいい人。かっこいい人まだまだいるよ。今をときめくゆうかちゃんは1998年の夏に登場。アルフは鼻血ブーだったんじゃないの。そして田中玲奈ちゃんも遊びに来てくれました。バラエティに出るのは珍しいから、これ貴重な映像だよね。そして新種1、川村ひかるさんも乱広告にコメントをくれたんだよね。そして釈由美子ちゃんがボンキュボンで登場。私はね、コナンが好きですよ。おまけにこの日は酒井若菜ちゃんもボインボインと来てくれました。いい、ちょっといい、いいですよ。あ、いいな。そして内山里奈ちゃんが、ね、なんか友達とみんなでワイワイやりたいですね。こうしてみるとほんとすっごいゲストがこの部屋に来てくれたんだね。これからも500回、1000回、1万回と続けてまいりますので、視聴者の皆さん応援よろしくお願いします。でもって今日は300回記念のスペシャルプレゼント大放出。番組のエンディングをお楽しみに。さあ、300回記念の一発目は乱広告ナンバーワンの人気ランキング